川崎バルカン川崎 VN800 バルカン VN800 バルカンは川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造、発売していたクルーザータイプのオートバイの車種。本校では同社バルカンシリーズのうち VN800 系の各モデルを VN800 バルカンシリーズとして開設する。バルカン800は1995年に発売された。 v n 8 0 0バルカンはバルカン400と共通の車体を持ち共にバンク角55度の V 型に気筒エンジンを搭載する派生モデルとしてバルカンクラシックとバルカンドリフターがある姉妹車種である買いモデルのバルカン400に設定されたフラットハンドル仕様は 800cc モデルでは採用されていない2007年に発売されたバルカン900シリーズの 登場とともに生産終了となった。日本国内向けに導入されたのは1996年モデルと1997年モデル。前輪21インチ後輪16インチ、スポークホイール採用。日本国内向けに導入されたのは1996年モデルから2000年モデルまで。前輪16インチ後輪16インチ、スポークホイール採用。 日本国内向けに導入されたのは1999年モデルの C1 型のみ。前輪16インチ後輪16インチ、スポークホイール採用。ありがとうございます。